皆さんこんばんは、スルメです。今日もですね、ドラクエタクトやっていきたいと思います。はい、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞっていうね顔してるんですけど、この子は。はい、ハロウィンは終わってしまったんですけど、ドラクエタクトのねハロウィンイベントはまだやってるのでね、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、今回はですね、トリックグレイテルのガチャをやっていきたいと思います。今私チケット20枚あるので20連ガチャをねやっていきたいと思います。悪魔系のねお姉さんなんですけど、めっちゃ美人じゃないですか可愛いなと思って、私綺麗なお姉さんすごい好きなので、ぜひぜひねゲットできたらいいなと思っております。綺麗なだけじゃなくてもう強いんだよね、トリックグレイツル絶対強いんですよ。もう敵として戦った時に本当強かったので、多分仲間になってもね強いと思うので、できれば欲しいですね。悪魔神官もね、なんかおなじみのモンスターって感じするので、悪魔神官も欲しい。はい、では10連ガチャやっていきたいと思います。2枚もあるよ。どっちか悪魔神官なんじゃない？毒矢頭巾。あ、なに騒いでるよ、やばい。キラタイガーだ、やったー。お、金来たよ、金来たよ。悪魔神官かな、やったー、悪魔神官ゲット、かわいい。お、金来たよ。あー、死神貴族か。あ、よかった、でも悪魔神官ゲットできてよかったです。はい、じゃあ続いてまた10連やっていきたいと思います。当たるかな、どうだろう。あ、待っていいんじゃない。あー、金1枚か。まあさすがにね、さすがに20連でまあトリックグレイツル当たるとはでも当たったらいいなって思ってたんですけど、さすがに無理でしたね。あ、でもこれ悪魔神官なんじゃない。あ、動く石像だ動く石像はあのね、めっちゃ最近のもうドラクエ8でめちゃくちゃお世話になったんですよ、アポロンさんに。動く石像のアポロンさんにめちゃくちゃお世話になったんで、もう今はもう頭が上がらないです本当にあ、レモンスライム、やった。おお、ドラゴンゾンビか。はい、 A ランクが2枚で動く石像とねドラゴンゾンビゲットできたので、まあ、悪くなかったんじゃないかなと思います。はい、ではね今ゲットした悪魔神官見ていきたいと思います。ランクは A でバギーイオラ、焼けつく暴風、ダメージを与えつつ稀に麻痺にするんですって。結構強そうですね。リーダー特性は悪魔系の呪文威力を 10% 上げる。え、強そう。パーティーによってはすごい強そうですね。名前は悪魔しんちゃんにしました。はい、そしてこちらがですねガチャではなくってハロウィンイベントでねドロップモンスターとしてゲットできるお化け小僧です。めちゃくちゃ可愛いんですよね。かぼちゃの盾に飴持ってるので名前は飴ちゃんにしました。技はですね、突き飛ばし、身代わり、トリック&トリック。かぼちゃの盾を持ってるので、身代わりで補助的な役割なのかなと思います。あとトリック&トリックっていうなんか、トリック&トリート的なハロウィンっぽいね、技もあって可愛いなと思いました。はい、残念ながらね、トリックグレーテルはゲットできなかったんですけど、今ハロウィンのイベントでね、トリックグレーテルと戦うイベントあるので、そちらをやっていきたいと思います。ハロウィンイベントのベリーハードのトリックグレーテルとお化け小僧にね挑戦したいと思います。推奨戦闘力1万5000って書いてあるんですけど、私のね総戦闘力が1万2704なんですよ。なので結構厳しい気がするんですけど、でねトリックグレーテルすごいドルマ系の技がめちゃくちゃ強いんですよ。なのでドルマに耐性のあるこのドラゴンシスターズに頑張ってもらいたいなと思います。はい、頑張っていただこう。かわいい。なんかこのさ綺麗なお姉さんがさかぼちゃに乗ってるっていうのがいいよねかわいい。これしかもこの下僕を呼んだっていうのがまた良くないですか
仲間じゃないのよ、下僕なのよっていうね、あの私のために戦いなさいみたいな感じがね、いい女だわ、モンスターだけど。お菓子を食べているかわいい。このお化け小僧の身代わりがさ、結構厄介なんだよね、いつも。早く倒したい。強そう、やばい、待って。毒になるかな。よいしょ、いいよ。もう毒作戦ですね。バブルキングを今リーダーにしてるんですけど、リーダー特性でね、敵が毒にちょっと弱くなるっていう特性あるので、もうね、毒にして加藤大作戦ですね。いいよ、悪くない。あ、いけるじゃん、やった。よし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 、オッケー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 、いいんじゃない。あ、やばい、待って、あ、ブクブクが動けなくなっちゃうんだ。あ、やった、いけ、よし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 。え、めっちゃいい感じじゃない。これで倒せるんじゃないかな。おっしゃ、いいぞドラゴンシスターズ。あ、ブクブクが圧縮イオナズン。おお、めちゃめちゃ HP 高いんだな、トリックグレーチ。魔女のいたずら、あ、魔女強い、なに、やだ。超怖いんですけど、 HP めっちゃ高いね。あ、ブクブク、よし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 、毒にしよう、毒。あわよくば混乱にならないかな。ハロウィンスパーク、あー、ほんまりこん、しょうがない、頑張った、よく頑張った。ちょっとレベルね、低いからね、とんがりコーンは。よしよしよし、いいんじゃない。毒にしたい、毒にしたい。あ、やられる、耐えろ。あっ、毒になる前に。強いんだよね、このお姉さん。弱点つける子がいなくてね。とても、あー、やられた、めっちゃ強い、マジで強い。いけ、フロインスパック、やだ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 。おお、このドラゴンたちはね、耐性で、あのドルマが、あの激減って書いてあったので半減とかじゃなくて激減って書いてあったんで、相性はね、いいんですけど、ただこっちが与える攻撃もね、多分そんなに効かないっていう、なんか見応えのない戦いですね。ギリギリギリ、めちゃくちゃギリギリ残ってる。おりゃ、うわー、全然効かねえじゃん。え、でもあと1、2回でやれそうなんだけどな。まずい、怠慢になった。あー、殴り合いが始まった。お、やった、めちゃくちゃ泥試合でしたけど、あの勝ったんでいいんですよ。やった、トリックグレイツェルのアイコンをゲットしました。はい、今回はですね、トリックグレイツェルをゲットすることはできなかったんですけども、ベリーハードのトリックグレイツェルを倒せたので、私的にはまあまあ満足です。はい、こんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録、高評価いただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、今並行してドラクエ8もやってまして、集まれ動物の森とかもやってるので、もしよろしければそちらもね、見ていただけたらとっても嬉しいです。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。